ウィンターヘイブンはアメリカ合衆国フロリダ州ポーク郡南部にある都市である。2010年国勢調査では人口33,874人だった。2012年の推計では34,975人となっており、ポーク郡では2番目に人口の多い都市である。レイクランドウィンターヘイブン大都市圏の主要都市である。ウィンターヘイブンとなった地域に最初に住んでいたのは ティムクア族やカルーサ族のインディアンだった。1500年代初期にスペインがフロリダを探検して以来、これらの部族は戦争と病気で深刻な影響を受けた。エルナンドで外の遠征の影響を特に受けたのがティムクア族だった。19世紀になるまでに両部族とも存在しなくなっていた。これら遠征の間にスペイン探検家がフロリダ半島全体を スペイン王の領土と宣言していた。19世紀、クリーク族とセミノール族がこの地域に住んだことが分かっている。19世紀前半のセミノール戦争の時に、セミノール、ウィンターヘイブンの内外で戦争中に何度か、小戦闘が起こった。1819年、アダムズ・オニス条約が結ばれ、アメリカ合衆国は、フロリダの支配権を得た。この地域で、 最初のアメリカ人すなわちヨーロッパ人は1842年武装占領法によって入植を奨励された。この法は第二次セミノール戦争の後でインディアンの人口を減らす方法として特に白人人口を増やすために創設された。インディアンに対して積極的に自らを守る意思がある開拓者に寛大な土地払い下げなど動機づけがあったのでこの法律名称が付けられた。 1840年代から1850年代、アメリカ合衆国政府は地域で最初の測量を行わせた。ヘンリー・ワシントンが1843年に地域初の測量を行った。1849年、ジョン・ウェストコット博士が地域の広範な測量を完成させ、地元にある多くの湖の地図を作った。地域最初の地図は1854年に、 アメリカ合衆国政府が発行した。1883年、ヘンリー・プラントとプラントシステムのために働いた、ヘンリー・ヘインズ大佐が、ポーク郡を通る最初の鉄道を建設し、ウィンターヘイブンのキ田を通した。ウィンターヘイブン市内にあるヘインズ湖は、ヘインズ大佐にちなむ命名である。鉄道の開通で地域でも初の実質的に成長が始まった。1884年、 街の区画割りが行われ、最初はハリスコーナーズと呼ばれた。この名前はこの頃に地域初の商店を開いた海英系ハリスにちなむものだった。後に地域の快適な気候からウィンターヘイブンという名前が提案された。19世紀末までに人口は400人程度まで成長し、1911年にウィンターヘイブン氏が法人化された。 チェーン・オブ・レイクス・運河が1915年に始められた。1920年代に最初のフロリダブームが起こり、半島全体に多くの町が生まれた。フロリダが住むための場所として、また訪れるための場所として認識されたのが1920年代だったが、世界恐慌のために成長が鈍化し、第二次世界大戦が終わるまではその状況だった。 1926年にウィンターヘイブン病院が設立され、移行しないで活動している。この時期に人口がしっかりと増加し始めた。多くの美しい一戸建て家屋が植民地復活様式で建設された。今日、これら家屋の50軒以上がアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されている。それらは建築様式と優美さで著名になった。 これら歴史的家屋の大半はインターラー建地区にある。市内にはインターラー県、ポープアベニュー、ウィンターヘイブンハイツ、中心街と4つの歴史地区がある。1930年、ジョージ・ W ・ジェンキンスが市内初のスーパーマーケットであるパブリックスを開店した。その2番店で初の1軒立ちパブリックスは大きさが27フィートと65フィートあり。 1935年に、ウェストセントラルアベニュー199に開店したものが、現在もリジェネレーション中古品店として残っている。1930年代から1940年代、柑橘類で大立社になったジョニース・スナイブリーが、世界最大級の果物加工工場を創業した。ウィンターヘイブンでもう一つ大きな出来事は、1936年に、リック・ポープシニアと妻のジュリーが、 サイプレスガーデンズを開いたことだった。この夫妻は購読していた雑誌グッドハウスキーピングからこの庭園のアイディアを得た。夫妻はアメリカで初のテーマパークを創設し、1950年代には全国に知られるものとなった。そこでは美しい植物園、水上スキーのショーが見られ、南部夫人のスタッフがいた。当時ここを訪れた著名人としてはエルビス・プレスリー。 フランク・シナトラ、ベティグレーブル、ヨルダンのフセイン国王がいた。1980年代、アンホイザーブッシュコーポレーションがこの公園を買収した。この会社は1995年まで公園の運営を続けた。その後は苦難の時代があり、2009年に完全に閉鎖された。2010年1月21日、サイプレスガーデンズの場所が正式にレゴランド、 フロリダリゾートの場所に選定されたと報道され、2011年10月15日に開園となった。デモランドフロリダは最新式の世界的なテーマパークであり、当初の植物園や水上スキーショーなどはじめから、ある伝統と歴史をいくらか引き継ぐことに成功した。ウィンターヘイブン市内には、サラソータ建築学校設立者の一人である寺院、リーディが設計した建物が多い。 ウィンターヘイブン病院の女性用病院であるリージェンシー医療センターが1987年に建設された。サイプレスガーデンズブールバードとアメリカ国道17号線の角にあるオレンジドームは1964年に建設された。ここでは48年間にわたって柑橘類祭など公的な行事を開催してきた。2012年2月、オレンジドームが解体され、 チェーンをブレイクス複合施設にホテル、アパート、新しい映画館が作られることになった。しかしファストフードチェーンの店3軒が作られた後に計画そのものが崩壊した。現在、開発業者と市がその場所の今後について交渉を行っている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は25.4平方マイルであり、 この内陸地17.7平方マイル、水域は7.7平方マイルで、水域率は30.45%である。大西洋海岸平原の中央フロリダ高原の中に位置し、全体的に平らな土地に、ところどころ穏やかにうねる丘が廃されている。平均標高は146フィートである。ピース側の水源がある。ウィンター平分市内には、 有名なチェーン・オブ・レイクスを含め50の湖がある。これらの湖が、市の最も特徴的外観である。チェーン・オブ・レイクス都市と自称してもいる。湖の並びがはっきりしたものが2列ある。北側の並びは9つの湖があり、運河でつながれている。南の並びが大きく、湖の数は16、やはり一連の運河でつながれている。南の列には、エロイズ湖、ハワード湖、 ルルコなど著名な湖が多い。2011年、6年の建設と政治的構想の後で、2つの湖列をつなぐ運河の拷門が完成した。市内にある湖の大半は土地の石灰岩が溶解して陥没するという形で作られてきた。これらの湖はソリューション湖と呼ばれる。これらの湖ではアリゲーター、白桃和紙、 大青サギなどの野生生物が生息している。バス釣リでは世界に知られたところである。ウィンターヘイブン市は温暖湿潤気候にある。一年の大半を通じて暖かい熱帯性の気候があり、寒くならないので現在の使命がある。年間平均気温は下市73.2度である。年間平均降水量は50.3インチある。夏は6月から9月であり、大西洋。 ハリケーンシーズンの最盛期を含み、年間では雨の多い季節である。この4ヶ月だけで平均降水量は29.7インチとなり、年間降水量の半分を超えている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。野球ワールドシリーズで6度チャンピオンに導いたニューヨークヤンキースの保守で監督のラルフ・ホークがウィンター・ヘイブンに住んでいた。 オリンピックで3個の金メダルを取った競泳のローディ・ゲインズ、オリンピック短距離走で金メダルを取ったケネス・ブロークンバーがウィンターヘイブンで育った。バスケットボール NBA でオールスターに4度選ばれ、オリンピックでも金メダルを得たオーティス・ワード・ソングもウィンターヘイブンで育った。ボクシングのウェルター級、チャンピオンレベルトもウィンターヘイブン育ちだった。市内では レクリエーション目的や競技目的で多くのスポーツイベントが行われ若者が参加している。ウィンターヘイブン高校は女子バスケットボールなど様々なスポーツで州や地区のチャンピオンになってきた。多くの湖があるので淡水釣りも盛んである。水上スキーと野球が特に著名なスポーツである。水上スキーをスポーツとして発展。 成長させるのにウィンターヘイブンは重要な役割を果たしてきた。ディック・ポープシニアが1930年代に出発したサイプレスガーデンズテーマパークを宣伝するために水上スキーを使い、水上スキーショーはこの公園の定番になった。ポープは水上スキーでジャンプを完成させた最初の人物であり、1928年に木製ランプを使い、 距離にして25フィートのジャンプを行った。サイプレスガーデンズでのショーを面白くする手段として、人間ピラミッドなど、水上スキーの色々な多くの見せ物を開発した。その息子であるリック・ポープ・ジュニアは、裸足の水上スキーを普及させた。ウィンター・ヘイブン市から水上スキーの殿堂入りした人物が10人おり、世界のどの都市よりも多い。その中には、リック・ポープ・シニア、 リック・ポープ・ジュニア、リッキー・マコーミック、ジョージ・ A、バナナ・ジョージ・ブレアがいる。ブレアは1950年代にウィンター・ヘイブンを訪れて初めてこのスポーツに触れたものであり、水上スキーで、いくつか世界記録を持っている。今日、水上スキーと裸足スキーの双方で、いくつかのスキー学校があり成功している。年間を通じて、街の周りの湖で、 水上スキーを練習している人の姿が見られる。ウィンターヘイブンは昔からメジャーリーグベースボールの春季トレーニングの場所となってきた。はじめはデニソンスタジアム、その後チェーンオブレックス野球場が使われている。野球の歴史に残る多くの偉大な選手がグレープフルーツリーグでプレーしていた。その中にはジミー・フォックス、ルー・ゲイリュック、ウィリー・メイズ、ロベルト・クレメンテ、 ジョニー・ベンチ、ハンク・アーロンがいた。1928年、フィラデルフィア・フィリーズが、ウィンター・ヘイブンで、春季トレーニングを行った初のメジャーチームとなった。フィリーズがデニソン・スタジアムを建設し、大型で屋根付きの木製スタンドができた。1938年まで、オープン戦を行っていた。1940年、ニューヨーク・ジャイアンツが1年のみ、ウィンター・ヘイブンに来た。 デニソン・スタジアムが使われなくなる年に寄付され、若者の瓶に供された。このスタジアムはスタンドを近代化して、フットボール、サッカー、陸上競技などの競技で、現在も使われている。1966年、ボストン・レッドソックスが、ウィンター・ヘイブンで、春季トレーニングを始めた。新設された、チェーン・オブ・レイクス野球場を使った。この野球場は、 当時最新の施設だった。レッドソックは26年間ここで春季トレーニングを続けた。1992年、レッドソックスがトレーニング場をフォートマイヤーズに移したので、ウィンターヘイブン氏は他の球団を誘致するために動いた。その年後半にハリケーン・アンドリューがクリーブランド・インディアンスの使っていたホームステッドとトレーニング施設に被害を与えた。インディアンスが 新しいトレーニング場を探し、ウィンターヘイブンがそのメガネにかなった。インディアンスはここを11年間使い、2008年に去った。2008年、インディアンスは、チェーン・オブ・レイクス野球場の改修について、市と交渉して、うまくいかなかったので、アリゾナ州のグッドイヤーにできたばかりの施設に移った。チェーン・オブ・レイクス野球場は、現在も、 ラスマット大学館野球選手権を開催している。この野球場は解体されてランディングスと呼ばれる新しいショッピングセンターとして再開発される予定があったが、その計画も中断されている。現時点でメジャーリーグベースボールのチームが戻ってくる可能性も少ない。ウィンターヘイブン市の公立学校はポーク郡公共教育学区が運営している。ウィンターヘイブン市はタンパ、 セントピートテレビ市場に入っており、その大きさは国内第13位である。またラジオでは、レイクランド・ウィンター・ヘイブンラジオ市場に入り、その大きさは国内第94位である。地方新聞はニューズチーフである。ウィンター・ヘイブン市を通る主要道路には次のものがある。中心街の道路は格子状に配置されている。一番通りが、 南北軸であり、ここから東西にそれぞれ番号付き道路が並ぶ。セントラルアベニューが東西軸であり、ここから南北に並行するアルファベット順の道路が並ぶ。ウィンターヘイブン市にはアムトラックの駅がある。地元の通勤バス便はウィンターヘイブン地域交通とシトラスコネクションが運行している。ウィンターヘイブンズ、ギルバート空港と隣接するジャック・ブラウン水上飛行機基地が 中央事業地区から北西に3マイルの位置にある。ありがとうございます。